コーチーニョは君臨したということでですね、今回はこちら、なんでバルセロナのキーマンコーチーニョなんで、おなじみフィリペ・コーチーニョさんがですね、まあ、どうやらねポゼッションサッカーの中心に君臨してね、ポゼッションサッカーを支配しているみたいなので、まあね、さらにこのコーチーニョをね支配できるコーチーニョにするためにね、まあ、移籍特訓先とか、まあこの2つのスキルワークとかどうしたらいいのかっていうね、コーチーニョ最強コーチーニョ育成講座やっていきたいと思います。ということで早速やっていきましょう。最近ちょっとねこれにハマってて、ロナウジーニョ版とかエトー版とか出してるんですけど、ね、楽しい、やってて楽しいんで、今回ぜひぜひちょっとねコーチーニョ版やりたいなというところでやらせていただきます。マジで強いね、マジで強いの一言ですね。なんか知らんけどこいつがチームにいるだけで勝てるんじゃないかってぐらい活躍してる。うん、なんか中央突破のメイソンマウントめちゃくちゃ強いっていう話をしたんですけど、あれの強化版みたいなね、強化されんなされんな。さあコーチーニョ見ていきましょう。11500の総合値です。できることは何ですかと聞かれたら、シュートとドリブルができます。パスはちょっと微妙。などトラップできるって感じです。うん、シュートドリブルに振ってます。で、ゴールハンターあるんで、能力的にもシュートドリブルに振ってると。で、フィニッシュマスター、シュートスキル、トラップスキルの発動率が、これ大事です。大ではなく、特大アップということでですね。かなりいい特徴です、このフィニッシュマスター。めちゃくちゃいい特徴。特大アップなんでね。大アップじゃないんですよ。しかも2個特大アップなんで、めちゃくちゃ優秀な、そんな特徴を持ってるコーチーニョです。オフェンスのキーマン特徴はエリアの支配者ですね。チーム戦術ポゼッションの時にコーチーニョをキーマンに設定することで、フォワードの選手のシュートパスが大アップで、シュートスキルの発動率が大アップします。まあ、ドリブルではなくね、パスを上げるっていうところが少しネックにはなってきているので、ネイマールのねキーマン特徴と比べた時に、ドリブルのネイマールかパスのコーチーニョかっていうところになって、どっちがね強いっていうところではないんですが、まあそれでもですね、まあ、シュートパス大アップにシュートスキル発動率大アップっていうのは十分すぎるぐらい強いんじゃないかなと思います。はい、まあ自分自身にバフがかからないのが唯一ちょっとっていうところかな。コーチーニョはまあ OMF じゃなくて CF 起用してもいいんですけど、オフェンスユーティリティ使ってね。まあ CF っていう能力値でもないしね、ちょっと悩ましいところかなと思ってます。まあ強いです。で、なんといってもね、まあ君臨してる一番の読み、プリズマティックトラップだね。ディフェンス選手全員のスタミナ中ダウンを貫突で2個持てるっていう。で、プリズマティックトラップのすごくいいところは、トラップとキープが特大アップします。トラップだけじゃないので、例えばねプリズマティックトラップで足元にボールを収めてから、相手のねマークスキルだとかタックルスキルだとか、そういうものでボールをロストすることが減ります。キープがしっかり上がってるので、いなしながらね、体をうまく使いながら、ボディバランスうまく使いながら、そのままですねマイボールにできるっていうところがコーチーニョのいいところかなと。このプリズマティックトラップさえ発動してしまえばですね、そのまま前を向けたりだとか、次の攻撃に展開できたりだとか、まあいいこと尽くしの、そんな破格トラップスキルになってます。で、サブのスキルがブレイブシュート、一定時間シュートキープメンタルが大アップの、こんなようなブレイブシュートになってます。まあ、シュートキープメンタル大アップ悪くはないですね。で、じゃあコーチーニョ残り2枠どうすんのって話なんですが、まず1個ね悩まずにつけていただきたいのがドリブルスキルだね。この選手ねドリブル AB で上がっていて、かつですねゴールハンターでドリブル大アップしてるんですが、ドリブルスキルが1個もついてないので、ドリブルスキルつけてほしい。で、どんなドリブルスキルが向いてるのっていう話なんですけど、コーチーニョ自体がですね、プリズマティックトラップで、どっちかって言ったらね、ミッドフィルダー、ディフェンダーのスタミナを削ることのできる、そんな選手になっているので、ドリブルではですね、スパイクドリブルやスマッシュドリブルみたいな、ミッドフィルダーのスタミナを削れる、そんな運べて抜けるドリブルをつけることをお勧めします。やはり SWCC の優勝者の方の多く、優勝者の方ですとか、まあ、ダイヤに進出した方の多くがですね、そんなような感じで使ってました。やっぱりコーチーニョに例えばインサイシドリブルだとかセバードリブルみたいなディフェンスの能力を下げるドリブルをつけても、コーチーニョってねドリブルでディフェンダーと1対1でマッチアップするっていう機会がそんなに多いわけではないので、そうやって考えるとですね、まあマッチアップしてそのまま点を取りに行くフォワードではなく、ミッドフィルダー中盤として運べるし抜けるし、そんなコーチーニョにはこんな感じでねスタミナダウンのスマッシュドリブル、スパイクドリブルをつけるのがいいかなと思います。
まあ、それつけることによってですね、コーチーニョはプリズマティックトラップで相手ディフェンダー陣のスタミナ削ることもできれば、スマッシュドリブル、スパイクドリブルでミッドフィルダー陣のスタミナ削ることもできるので、コーチーニョ一人でね、1台で2回美味しいみたいな、1人で2回美味しいみたいな、なんか夕ご飯の時に夕ご飯も作ってくれたし、おまけでデザートもみたいな、ディフェンスのスタミナも削るし、おまけでミッドフィルダーのスタミナも削っといたよみたいな、そんなぶっ壊れたよくわからない存在が出来上がるので、スパイクスマッシュがすごくおすすめです。じゃあ残り1枠どないすんねんって話なんですけど、ここに関してはですね、ちょっと意見分かれるところかなと思っていて、私個人的なベストはウィムジーだと思ってます。ウィムジーシュート、シュートスキル最強ウィムジーシュートで、ないんだったらバーストロングかなとやはり思いますね。とどうしてバーストロングがいいのかっていう話なんですけど、コーチによって、まあ、キーマンにしないと始まらないわけじゃないですか。オフェンスキーマンにしないと始まらないわけで、でアタッカーをですねキーマンにすることでロングシュート意識が上がります。ここがちょっと注目してほしいんですけど、例えばテクニコ動画だったらドリブル意識、フィニッシャーかなだったらエリア内仕掛け意識、ラインブレーカーだったらロングシュート意識、エリア内仕掛け意識とかって感じなんですが、アタッカーのコーチにもロングシュート意識が上がるんですね。なんで彼をキーマンにする以上を、せっかくなんでキーマンのその効果、キーマンによる効果に合わせてロングシュートをつけるっていうのが一つありなのかなと思いますので、ぜひぜひねバーストロングつけてあげてください。まあこれはたまたまかもしれませんが、 SWCC のねめちゃくちゃ大切な試合でコーチーノがね足元にスパンといいトラップ決めてから、そのままくるりと前を置いてロングシュート打って点取って勝ち進んでる方とかがいるので、やっぱりねバーストロング一つありな選択肢かなと思います。ぜひぜひつけてください。まあ、ウィムジーもバーストロングもね、そんなにポイ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 つけられるスキルではないんですが、めちゃくちゃおすすめです。まあ、メイソンマウントとかはね、バーストロング持ってるので、マウント例えば2、3体引いたよみたいな方なんかはね、マウントのバーストロング移植してくれてもいいかなと思いますし、バーストロングに関しては、これから先ね、戦術ガチャとか、あとはね、今来ているこんな感じのね、2000GB で引けるよみたいな、2000GB で誰でも1人引けるよみたいな、こんな中でもね誰か持ってます。パケタがバーストロングシュート持ってたりだとか、まあ結構ねこういう戦術ガチャとかで手に入るスキルになってますバーストロング。なんでぜひぜひね1個つけてあげるといいんじゃないかなと思います。めちゃくちゃね強くなるはずです。さあそうしたらですね、コーチーニョさんスキルはこれで完結しましたね。トラップスキル、シュートスキルをもともと持っているコーチーニョにつけるのは、スタミナを削れるミッドフィルダーのスタミナを削れるドリブルスキル、ディフェンスのスタミナ削るスキルはつけなくていいです。プリズマティックトラップ熟練の魔術師強すぎるので、これ以上ディフェンスのスタミナねプラスで削ろうとしたら無駄になっちゃうので、ミッドフィルダーのスタミナ削れるやつにしましょう。であとはもう一個ね、バーストロングつけていただければいいんですが、移籍速攻どうしたらいいのってなったらですね、まず一個このフィニッシュマスター見ていただきたいんですけど、シュートスキル、トラップスキル発動率が特大アップしているので、まずこれ前提で考えましょう。でシュートはなんで活かせなくていいです。勝者の嗅覚とかいらない。まず一つはアンタッチャブル必ずつけてください。ドリブルスキルの発動率上げるもの、せっかくねスマドリスパイクドリブルつけたのに発動しなかったらもったいないので、それを発動させるためのアンタッチャブルで、もう一個がマグネットタッチですね。まあ、この2つはですね、単純にコーチーノの能力底上げしようぜっていうことなんですけど、やっぱりですね、コーチーノの一番の魅力ってプリズマティックトラップなの で、それがめちゃくちゃ強くて破格の性能だということをもう皆さんね、もう話す必要もないかなと、もう理解しまくっているかなと思いますので、それだったらですね、コーチーノを活かせるときに、ぜひね、プリズマティックトラップの確率、発動確率をさらに上げてほしいです。もともとですね、もともと、シュートの発動率が特大アップしているので、1個特大アップしていればいいでしょう。マグネットタッチつけてね、トラップスキルの発動率特大アップさせて、で、さらにですね、ドリブルつければ、トラップスキルの発動率の特大アップが2個、で、シュートスキルと、特大アップ、ドリブルスキル特大アップが1個ずつになるので、めちゃくちゃ万能になり、トラップに特化した万能な選手になります。OMF キーマンでアタッカーでキーマン特徴を持っていて、これだけの能力値を持っているので、間違いなくねチームの中心として君臨する選手ですし、 SWCC のね各試合を見ても本当にマンオブマッチ選ばれる回数がすごく多い選手です。まあ、その分ボールタッチがしているっていうことですし、その分チームのアシストとかねゴールに絡んでいるっていうことなので、ぜひぜひね、コーチーニョいる方、適当にスキルつけたりとか、抜けるドリブルとか運ぶドリブルとかの違いも分からずにつけるんじゃなくて、もうね、悩まずにいいスキルつけちゃいましょう。きっと彼はですね、アタッカーが OMF で起用できない、オフェンスユーティリティもない、そんな監督が来るまで、まず間違いなくポゼッションでずっと使える選手です。1年後も使えますし、ワンチャン2年後も使えます。
それぐらい強いです。なんでね、コウチーニョぜひぜひ使って強化してみてくださいってことで、まあね、星4コウチーニョは A ランクのプリズマティックトラップ持ってて、それも結構強いので、ぜひぜひね、それの移植とかも考えていただいて、この破格のね、ポゼの真ん中に急に君臨したこのコウチーニョ使いこなしていただければと思います。ってことで、ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗ってます、豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますので、お願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております、豆腐でした。バイバイ。